金切りハサミ金切りハサミは薄い金属板の切断専用のハサミで切り落としていく。側の金属板がハサミの刃を押すことなく、まっすぐに切り進めるように刃物部分が通常のハサミと異なる形状に工夫してある。金切りハサミは板金加工に用いるためのハサミであり、強力な洗断力を持たせ、それをなるべく維持させるために刃の高度と人生が求められ、 切れ味を良くするために、形状や角度が合っていることが求められる。このため、事務用、洋産用、利用用などのステンレスバサミやセラミックバサミなどとは、異なる材質を用いており、デザインも異なっている。金切りバサミは、英語では、ディナー、エスニップスと呼ぶが、スニップスという語は日本語のように用途を限って呼ぶのではなく、剪定バサミ、電光バサミ、ケーブルバサミ、 万能バサミなどを含む、握りでが歯に対して長く、強力な選断力を持つハサミ全般を指す。金切りバサミには、大分類すると、端式レバー方式と小型で大きな切断力が出せる、複式レバー方式がある。また、直線用、右回り用、左曲がり用などの色々な切断内容に特化した種類が揃っており、左利き用のハサミもある。端式レバー方式のものは、 プロ用が主流である。福祉レバー方式のものは、海外で開発されたハサミで、小さな力で大きな切断力が得られる。主に設備作業者や DIY ユーザーが愛好している。コンパウンドアクションスニップスは、クーパーハンドトゥール社のウィスブランドが古くから知られている。金切りハサミのジンブは、2枚の葉をすり合わせて切るようになっているが、切れ味を良くするために、ジンブには、 裏すきやそり、ねじりがつけられ、切断時に2枚の葉の一点が当たるようになっている。金切りばサミは古来、切り端と言われていた。語源は中国から伝わった、戦士のハサミを切る、刃物の働きの切るという部分と符合して、切り端という呼び名が生まれた。日本における最初の金切りばサミは、今から約1000年前の上平年間、源の順が 明治の配当例により刀かじらがハサミを作るようになり、明治20年代以降には急速に土壇材が普及、屋根だけでなく胸やひさし、長屋門、長やど像の屋根にも取り入れられるようになった。森久、さ、朱光、久光と製作の権威者も名声を博した。金属を切るハサミとしてはローマ時代のハサミが世界最古と言われる。使用目的によって自家人、 柳人、血人の3種類がよく知られている。ただし、その他に各社用途に合わせて、工夫をして各種のハサミを追加している。トタン板の場合は、形状よって波板切れ、プリント板切れ、角波板切れなどの種類がある。腕解放用のバネは付いていないので、作業時に開閉を連続して繰り返すには持ち方に熟練を要する。自家人、竜人、 結節のような主要なハサミは、ハサミの作りが、標準のものとは、左右を対象にした左利き用ハサミがある。刃先が短く倍力構造で、樹脂のグリップのついた金切りハサミである。輸入品が主である。刃先の形の違いで、直線用、右曲がり用、左曲がり用と種類が分かれ、刃先に細かいギザギザをつけて、切る板が滑らないようにしてあるタイプもある。 バネでハンドルが常に開くようになっているため、熟練者に限らず、誰でも簡単に使用できる。刃に使う、鋼の成分により次のような種類がある。断素モリブデン鋼。アグリカルチュラルメカニックス、ファンダメンタルズアプリケーションズ百四十四ページ、五光刃物製作所ホームページに本題百科前書、機械工具省、つぼいホームページ社団法人、日本金属屋根協会、 用語集社団法人、日本金属屋根境界資料、金切りハサミ歴史帯鉄の切断専用金切りハサミ。下陣の幅が広く、先端部は梱包材と梱包用帯鉄の狭い隙間に、下陣を差し込みやすくするため、デーパー状に先が尖っている。刃の長さにより、切断幅容量が決まっているので適用する、カッタサイズを使用する。国内では、東方工機が、海外では、 HK ポーターがよく知られている。ありがとうございます。